バイエルン戦頓挫の札幌、その理由が切なすぎる。北海道コンサドーレ札幌が明治安田 J1 リーグで最下位に沈む中、ホームスタジアムの札幌ドームにおける幻のバイエルンミュンヘン戦が明るみに出た。プロ野球北海道日本ハムファイターズのエスコンフィールド北海道移転に伴う巨額赤字、収支計画に関する見通しの甘さが以前から指摘される中、札幌市議会議員の成田裕樹氏がバイエルン戦立ち消えの理由を推察した。札幌の姉妹都市であるミュンヘン市に本拠地を構えるブンデスリーガの強豪バイエルン。パリ五輪世代のアンダー23日本代表ミッドフィルダー福井太一を保有しているほか、昨年7月には日本ツアーを実施。国立競技場でマンチェスターシティや川崎フロンターレと対戦するなど、日本とのつながりもある。都内で開催されたバイエルンの日本ツアーだが、2022年の時点では札幌開催計画もあり期待を抱かせていた。しかし同議員は今月24日、バイエルン戦開催計画に関する自身の投稿を引用した上で、やんわりと立ち消えたと実現に至らなかったことを報告。昨年4月に市スポーツ局に打診があったのですが、バトンを渡して、そこで話が止まったようなのでと札幌市側の動きを明かした上で、立ち消えの理由についてチームの財政状況を考えてだと思っています。主催側として呼ぶお金と集客にリスクがあったと綴っている。また、欧州クラブによる日本ツアー開催にあたっての難しさにも言及。呼ぶ側の日本のクラブにとってはあまりいい話じゃないのかもしれないという趣旨の指摘に対して、実際の日本ツアーのチケット代を見ると、採算ベースに乗せるにはチケット代と動員数のハードルがかなり高かったと推測。札幌ドームの現状について現在の稼働状況だと予定のマイナス3億円より下方修正して4億円前後と説明した。赤字額が膨れ上がる中、札幌市と道内財界各社が第三セクター方式で出資する株式会社札幌ドームは今年1月、年間2億5000万円以上で2から4年間という条件設定で命名権の公募を実施したが、公募期限の2月29日17時までに正式な申し込みはゼロ。今月初めに公募期間を延長している。まあ普通に日本ツアーで得するのは海外チームだけだからな。それでも札幌にバイエルン来てくれるなら絶対試合やりたいし見に行くだろ。バイエルン選手たちがマジで札幌は嫌がりそう。極寒すぎ。札幌ドームの赤字、えぐいよな。そんな中日ハムは移転しエスコンで爆儲けしてると。エスコンが羨ましいぜ。コンサドーレもサッカー専用スタジアム頼むわ。J1 で最下位の札幌、毎年奇跡の残留してたけど、いよいよ J2 も見えてきたぞ。ケインとミンジを札幌で見れる時点で胸熱なんだけどな。来るわけないか。札幌でスキーして骨折するノイアーが見たかった。バイエルンさん、札幌のご飯美味しいですよー。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。